こういうい帰ってきてきでちち、はい、だからこういう感じで挟まれちゃう、あ首から上だけ出てったら、ぎゃっていう叫び友達と下校中に落ちてきた雪午後2時半過ぎ、岩見沢市桜木一条6丁目で小学1年生の女の子に住宅の車庫の雪が落下。 女の子は一時首まで雪に埋もれたが付近の住民に救助された女の子は腰などの痛みを訴えているが命に別状はないというさらに祖父と母が雪の中に埋まってるかもしれない昨日夜家に帰ってこない母を心配した女性から消防に入った一本の通報女性は 岩見沢市栄町8丁目のの祖父の家で落雪,を発見雪の中からはこの家に住む前場重光さん84歳と娘で近くに住む森琴恵さん59歳が見つかり死亡した屋根の雪は下に落ちてほとんど何も残っていない状態です落ちた雪は1階の窓にかかるくらいの高さになっています 消防によると2人は落雪に備え窓枠に板を張る作業をしていたとみられる岩見沢では連日大雪が続いていて昨日の積雪は142センチこれは12月の観測史上最も多い記録だいつ落ちるか分かんないからいつも上見て歩いてますよ。 れれるんじゃないかと思ってそれだけ心配雪下ろし中の事故にも注意が必要だ統計によると今シーズン落雪や雪下ろし中の事故が16件発生し4人が死亡している前年同時期の1件1人死亡から急増している岩見沢市では雪下ろしに欠かせない 命綱やヘルメットなどを無料で貸し出し、市民に注意を呼びかけている。気温が高いと今まで積もった雪が一気に屋根から落ちてきますので、屋根の下にいることが危険になりますので。岩見沢は、明日気温が上昇し雨が降る可能性もある。より一層、屋根からの落雪などに注意が必要だ。